お願いします。開催50日目の第2試合です。チーチャパイレーツ小林、なんちゃ桜ナイツ渋川、シャーチャアベマス白鳥、デーチャファイトクラブ高宮、トンの一曲ドラは9番です。解説は引き続き石橋信弘さん、第2試合もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではハイパイです。小林大吉もで初が統一になりました。これは仕掛けていくでしょうか。抜きます。はい、抜きます。即答ありがとうございます。あ、ダブリチャンス。あー、カンパーピンリアン、そのダブリチャンスですが、ダブリは成就せず、ドキドキしましたね。柱鳥はマンズ一メンチで、高宮はバカズのトンがあんこで赤ウーピン一枚、いい手ですね。はい、速度的にはダブリーチャンスだった渋川、それに対抗できそうなのが高宮といった感じでしょうか。ん、通走はつもぎりました。もうこうつては見切りましたね。そうですね、まあ、とにかく先にいい町でリーチ組んだっていう手順ですね。二巡目に数層が切ってあると、リャン運送の出上がり率もちょっと上がりそうですね。まあちょっと上がりますね。ちょっとだけですか。言うほどではないか。あー、数層返して。いやでもね、これ数層残す手順がね、数層も3品も残すっていう手順がないんですよ、なかなかね。数層切らないとき大体3品ですよね、そうなんですよ。はい、ちょっとこれは難しかったか。ツモの順番が意地悪でしたね。なんとか交渉さんだったら特殊な名前の方ですね、はい、なんとか。うわ、三蔵も初も言っちゃった。 T 交渉さんだったら残してましたね、そうですね、統一大好き、交通大好きですからね。うん、でも本当は単品三色が好きって言ってましたよ、この前。騙されてます、それ。誰が、私が騙されてる、もしかして、昨日の解説の方でした、うん、さあ白鳥の手、ドラの9万にくっついたと言っていいですか。これはこれまあそうですね、嬉しいっちゃ嬉しいんですが、パーマンもね、ドラ用自敗とバニー1枚で2枚も見えてるんですね。ちょっとドラ使いづらいですね、カンパーマン受け。わお、あれ、石橋さんはカンですよね。小林さんね、あんまりカンしないですよ、こういうのパースを切るんですよね。あれ、カン派はもしかしたらマイノリティなんですか。カン派はそうですね、ただね、仕掛けるかどうかの判断もあるんで、まずカンしてドラを見てっていうのもね、一つの手ですよね。高かったらね、仕掛けてがむしらに上がりに行きたいですよね、はい、初が乗ったりしたらもう嬉しすぎますよ。小林さんね、意外と慎重なんですよ。意外と慎重。、はい、結構ね、ガンガン泣いて前に行くイメージありますけれども。そうなんですよ、泣くのは好きだけどね、缶はあんまり好きじゃないんです。そうなんですね、うん、さあ高宮、これでいいシャンテンだ。でもまだ缶の可能性は残してますよね。もちろんですね、はい、ターツができるか、椅子を引いたらまあ缶ですね、この後、あ、これは嬉しい、ドラドラになった。カンパーワンの呪縛から解き放たれました。並びシャンポン、もう悩まずリーチ、はい、何の躊躇もありませんでした。高宮ウーピン、ウーピンのシャンポン待ちリーチ。待って小林、ウーピンだけしかないよ。あ、これでね、カンできなくなりましたね。初はもう安全牌になりました、はい、できないってことないか。イーソーとりあえず切って、ウーピンにくっついたらまあカンするかも、しないね。しないですね、さあそして高宮のシャンポン待ち、意外と生きてますよこれ。小林が1枚持ってるだけ、山に3枚残ってます。並びシャンポンってね、全然わかんないんですよ、残ってるかどうかが。そうです、そうです。でもスーピンウーピン、結構他の人使っててもおかしくないかなって、躊躇してしまいそうな街ですけれども、迷いなく行きましたね。こういうのね、迷いなく行けるのが、乗れてるなっていうところなんですね、高宮のね。こういうの迷ってリーチするのがね、あんまり良くないんですよね。全く迷ってなかった、もう。いや、素晴らしいと思いますよ。これしかもね、役割なんですよね、トンアンコで。そうなんですよ、役割もそうだし、あと数ピン切り、まあ、E ピンが残るとなかなかできないけどね、例えば自順の三蔵引いたとこで数ピン切りとかでテンパイ外せるんですよね、結構そのコースを取る M リーガーもいるんじゃないかなって思ったんですけれども、でも高宮はしっかりと自分のフォームでトンの一曲リーチに踏み切りました。そうですね、さあ白鳥、リャンソーがあんこになって、 E シャンティン取ることができますね。 E1 押しました。カン、ここはカンです。高宮はカン、さあトンのアンカンで迫力増しました。シンドラはローソー、高宮1枚乗ってる。これはね、もうなかなかいけないですよ、周りの選手は。トンのアンカンでもうフワ70分、
まあ、イーハンアップは確実ですよね、うん、でロウソウか9万使ってたらもうリーチ初ドライチで、うん、あリーチトンドライチで満眼ですからね、はい、まあ、表のドラがなくても裏ドラ乗ったら満眼ですからね、大体報酬したら8000以上払うでしょうと、うん、そのあたりを皆さん悟っています。スーピンが中筋になった、そしてスーピンが山に2枚生きてる。これね、中筋になったらめちゃくちゃ強いですよ。出上がり率上がりました、はい、めちゃくちゃ上がりました、ピンズがね135だったら、はい、でトンがあんこなんですよ、太陽じゃないんですよ、はい、135で1か5を切ってテンパイどっち切りますかって、5を切って、はい、筋のリャンピンで待ちたいです。ですよね、はい、何でも無筋のスーピン待ち、無筋というか、うん、まあ、中筋になってないスーピン待ちではリーチしないので、しないですね、はい、ウーピン切ってリーチするんですね。じゃあちょっと盲点になりそうですね、うん、このスーピン待ち、まあ、こういうねシャンポンとかには当たるんですが、はい、まあ、中ちゃんぱいのシャンポンってねあんまり想定しないんですよね、うん、手代わりありますからね。今回はまっすぐリーチに行った高宮です。しかしスーピンウーピン顔を出しませんね。まだ山に3枚残ってます。大チャンス。現状でリーチトン、リーチトンドラです。リーチトンドラ赤、赤ドラですね。裏が1個乗ったら積もったら積もって裏 1、ね、3600、うん、はい、裏ドラ2枚見られますからね。山に3枚残ってるスーピンウーピン、積も上がりのチャンスも十分にある。なんなら裏表示牌がペイだったら大変なことになってね一緒に数えましょう、うん、リーチ、ツモ、ドラ、赤、ウラ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 、まあ、大体倍満ですね。大体倍満、はい、倍満から3倍満の壁はね結構高いんで、リーズもドラドラね、あと 8個増えないとね。積もった、スーピン積もりました。リーズもドラ、赤、トン、ウラドラは1枚乗りましたかね。リーズもドラ、赤、トン、ウラ1、ウラ1大きいです。そうですね、そうですね、ドラリーズもドラ赤トン、うん、3600円ですね、3600円ですね。リーズもドラ赤裏トン裏、あ、なんかちょっと違う世界に行ってました。3600円です、はい、リーチツモトン赤ドラ裏、はい、今テロップにも出ております。3600円です。何を数え忘れたんださあ高宮、ね、裏ドラですね、はい、裏ドラ見ながら数え忘れてました、失礼しました。さあ高宮3600円で大きくリードしました。レディーベルセルクの攻撃力は健在です。